I'm trying to
バスケットをぶつけたと思うか？彼らはものすごく怒っていて、水に放り投げられると同時に、彼らは私のために来る。ひどい匂いも。私が最後に過ごした時、私はそこに沈んだ。私がそこにいる間、私はビジョンを持っていたと思う。私は私の先祖に会った。彼らは生きていた時代がどんなに優れていたのか。そして最近は子供たちが権威を尊重せず、ビデオゲームに明け暮れ、ポテトチップスを食べる様子を教えてくれた。尊敬も規律もなし。私は彼らに不平を言うのをやめるように言った。私は人生において先祖のビジョンを探してきた。そしてついに、私は実際に久々に馬小屋から集めていた紙を使ってアルパカの衣装を痛烈に作った。私は実際には外かの窓の外でいくつかの厄介な音作りを計画していたが、その後彼は飲酒の谷に落ちた。そしてそれは私の誕生日のようだった。誰かいないか？私はどうしてもトイレに行かなきゃいけないんだ。だからもちろん私は彼をトラックから引きずり出し、しばらくの間アルパカの糞で彼を巻き込んだ。とても楽しい。私は写真をオンラインで投稿したが、最初に友人に見せてもらう必要がある。誰にでもあんたの写真を見せることができる。そこにはたくさんの変人がいる。